加藤千景、国文学名家肖蔵集より、加藤千景文化5年9月2日は、江戸時代中期から後期にかけての国学者、家人、諸家。父は、加藤絵名を、生を、立花の子とすることから、立花の千景とも称する。通称は、又左衛門。字は、徳代丸、郷号は、吉高円など。家人で、江戸町奉行の寄力木であった父、枝地家の後を継ぎ、 超武行組より基金片見のいから公務につき1763年に町武行銀味役となった。1788年病気を理由に町、武行よりを辞すが、完成の改革によって、田沼沖継ぐの側用人在職中の勤務について、建築を受けて、閉門を明示された。以降は学芸に専念した。若くして、書芸を学んだが、 特に当時枝自家の辞書の一角に家を構えていた、鴨の間淵に国学を学び、剣門の四天皇と称された。退院後、死、間淵の号を受け継ぎ、同じく間淵の弟子であった、元織のいりの協力を得て、万葉集略下を表した。和歌では、死、間淵の万葉帳になじます。伝統的な花風に、江戸の繁華な風俗を織り込んだ、独自の作風を自立。 村田春海と共に、歌会、文会を盛んに開き、江戸派の双壁と称された。地陰の花風は、古今和歌集前後の時期の和歌を理想とした、校長天下なもので、江戸のみならず、京藩の文人とも交渉を持った。歌集、受けらが、花書編、二編がある。また、書にも火で、昇華道少女に習いは要書家として、一家を成し、地陰流として、生命を得た。 金垣の法上を数多く出版している。しばしば、江戸林派の絵師、酒井法一の作品に賛を寄せており、極低馬金も地陰から書を学んでいる。地陰の書を地陰焼きと称して陶器に焼いたり、織物にして地陰ドンスと称したりして、鉱塚によって収集された。絵は、はじめ竹部あやたりに漢画を学んだが、その後山和絵風の絵画に転じた。 著名な門人に、清原優風、大石仙匹、岡田雅美、久保田清音がいる。東京国立博物館には、地陰の木像と、肖像画が残る。上部の持参から、没する前年の6月に描かれ、長谷川太忠と、渡辺光輝の作であることがわかる。1808年、73歳で死去。東京都墨田区両国二丁目の絵工院に葬られた。墓碑は、 東京都の旧跡に指定されており、墓石の立花の地影の墓の字は、生前に自ら書いたものと伝えられている。和洋の書の流派として、明治期に人気があった。当時、貴族や上流階級の霊嬢たちの和歌の師匠として人気のあった中島歌子が地影流の書を足しなんだことから、その文下生の樋口一葉も地影流の書を学んだ。 今弱集歌百戦五十七番、ありがとうございます。